皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。日常のあらゆる場面で活躍してくれる文房具、日本は多くの文房具メーカーがしのぎを削っている文房具大国であり、日本の文房具は海外でも高い人気を誇っています。便利な機能が備わっているだけではなく、その使いやすさや耐久性が海外の文房具にはないものも多いといいます。またキュートなデザインのものが揃っているのも魅力で、外国人の間で日本のお土産としても注目され、文房具売り場は外国人観光客が訪れる人気スポットとなっています。そこで今回は日本の文房具について紹介していきます。まずは渓谷のネット掲示板に、文房具は替えが利かないといったスレッドが立っており、話題となっていましたので見ていきたいと思います。ゼブラのシャーペンを5年前に買ったが、未だに故障なく使っている。ボールペンも同じ。国産ボールペンはすでにいっぱいあるし、最近はモナミをはじめ国産筆記具も品質が良くなったと言われているけど、やっぱりジェットストリームが最高です。正直日本製を使ったら国産は使えません。日本の職人精神は自動車や機械だけでなく、単純な鉛筆にも適用されている。アインというシャーシン、これも自分はずっと関心があったんだけど、価格があまりにも邪悪で罵っていた。ただ最近字を書くことが多いので思い切って一度買ったんだけど、これには驚いた。いざ使ってみると、自分の字が下手だったのではなく、数十年間写真が悪くて下手だったということに気づいたんだ。価格は国産の写真より3倍以上高いけど、満足感はすごいです。字をずっと書いていたくなるほど。渓谷産の写真に比べてあまり折れることもない。今後高くてもアインは選択すると思う。投稿は以上のような内容となっていました。この投稿に対して渓谷のネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。渓谷の反応。自分も高い写真に変えて折れるのが当たり前じゃないことを知ったよ。日本は本当に良いものを作ると思う。モナミはボールペンのインクがたまり、たまに出てこない時があるので嫌だ。信じて使える日本製、ドイツ製、悔しい。ジェットストリームって滑りやすすぎです。ノージャパンのおかげで使わないんですが、私には滑りやすすぎて手に負えないペンでした。シャーペンとシャーシンはペンテルが最高です。自分も10年間ペンテルのグラフシャーペンとアインのシャーシンだけ使ってる。ちゃんと勉強していた人は日本製の筆記具の凄さを知っている。越えられない壁であり、世界ナンバーワンが日本製の筆記具である。耐久性だけでなく、書くときに感じられるその快適さは、記者で比較すれば KTX だ。もちろん国産は80年代のピドゥルギ号列車だったが、最近はムグンファ号ぐらいにはなったかな。5年間使っても大丈夫なように作れば会社が滅びてしまう。どんな製品でも1年周期で取り替えるように作らなければならない。私は渓谷メーカーのモナミ FX153 が個人的にジェットストリーム超えたと思っています。レクサス、ベンツ、BMW 全て乗った人間としては、車はドイツ車、その他小さい商品は全て日本製が良い。もちろん車道耐久性は日本車がいいけどね。でも特有の走行質感、感性はドイツ車が最高で、これは追いつけない。日本製品不買運動が続いていると言われている中、日本製の文房具の虜になってしまっている渓谷人が多いようです。ボールペンやシャープペンシルだけではなく、消しゴムの性能も日本製の方が段違いなので、渓谷人の中には日本の文房具ファンが多いんだとか。
鉛筆に代わってすっかり黒鉛仕様の筆記用具の定番と化したシャープペンシル。構造の発明は海外なのですが、実用に耐える製品としての開発者は日本人になります。これを発明した人物は日本を代表する企業の創業者であるシャープを創業した早川徳次氏。シャープペンシルって名前で売り出して、それがシャープって社名になったそうです。有名家電メーカーが作ったって聞くとすごく意外ですよね。1915年に考案され、早川式繰り出し鉛筆の名前で発売されます。しかし当時は芯の太さが1ミリもあったことに加え、とても高級品だったため一般の人たちには広まりませんでした。1960年には国内メーカーが初めてノック式のシャープペンシルを発売。1962年に芯の太さが 0.5 ミリのタイプが発売されると、シャープペンシルは広く使われるようになっていったといいます。その後も各メーカーによってシャープペンシルの開発が続けられ、1965年頃になるとキャラクターがデザインされたものなど、さまざまな工夫がなされたシャープペンシルが登場し、中高生を中心にさらに人気を集めていくこととなりました。また今ではすっかり私たちにとってとても身近な存在となっているボールペン。1884年にアメリカで製作されたものが歴史上最初のボールペンだと言われています。日本に最初にボールペンが持ち込まれたのは戦後のこと。1947年にボールペンのキャンペーン団が日本へ立ち寄った際、飛行機で空から大量のボールペンをばらまくというパフォーマンスが行われ話題となり、これを入手した万年筆製造者らがこぞってボールペンの開発に取り掛かったそうです。しかししばらくはブームとなったものの、開発当初は形だけを真似たものだったため、欠陥品が続出したりインクが滲んでしまうなどの問題点を解決できず、人気が続かなかったんだとか。その後、1949年に鉛筆型のボールペンが発売されたことをきっかけに再び人気に。国内メーカーの技術力は目覚ましく向上していき、オート社により世界初の水性ボールペンが誕生するなど、新しいタイプのボールペンを次々と生み出していきました。そして現在、日本のボールペン開発技術は世界でもトップクラスまで急成長していき、外国の方にも好んで使われるほどになっています。海外製品よりも品質が優れており、長持ちする、書き心地が良い点などが評価され、日本のお土産としてとても人気となっているのです。日本の文房具はボールペンやシャープペンシル以外も外国人に人気となっており、海外のネット上でたびたび取り上げられ、外国人ネットユーザーから様々なコメントが寄せられていますので、一部紹介いたします。海外の反応。僕は作家なんだけど、日本の紙とペンが一番いいよ。紙は可愛いだけじゃなくて、アメリカのものより厚くて滑らかだから書き心地が素晴らしいんだ。それに細さを求めるならペンもとても優れている。日本のシャープペンは西洋のものよりも芯が細く、中には 0.2 ミリというものもあるんだ。シャープペンの問題解決に日々取り組んでいて、有名なのはゼブラのデルガードとクルトガ。日本の消しゴムは軽い力で字が消せ、さらに消しカスが集めやすいようになっている。日本の万年筆、アミボ、線香を使っている。この3つは毎日使っているけど品質がすごいよ。私のお気に入りは暗記用シート。自分で書いた赤やオレンジの文字にかざすと、それらの文字が消えて見えるんだ。これは暗記したい箇所が隠せて、繰り返し自分で暗記のチェックができる魔法のアイテムさ。私が持っている文房具はほとんど日本のものよ。近所の文房具屋で買えるものもあるし、ネットやダイソーで買ったりもするの。どれもとても安くて素晴らしいわ。日本の文房具はキャラクターもの、おしゃれなものまで様々なデザインのものが揃っています。
海外の文房具は日本製品とは違い、シンプルでそこまでデザインを気にしていないような文房具がほとんどを占めているようなので、外国人が日本の文房具を見ると引きつけられるのかもしれません。また特に若い年齢層の人たちには、日本のアニメキャラクターが描かれた文房具は飛び抜けて売れてしまうほど人気があるようです。今後もますます日本の文房具が海外で注目され、どんどん日本製品が様々な国でも見られるようになれば嬉しいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。